肘神社の千本餅つきは、兵庫県豊岡市担当町南尾の西津神社で、毎年10月に行われている行事である。千本餅つき戦国時代に始まったという説もあれば、江戸時代の天保年間に、肘神社の改築を契機に始まったという説もある。1970年頃までは、南奥だけで餅宿を決めていっていたが、その後、肘神社のうじ子である出会い、秘伝。 出会い市場を含めた四地区合同となった。当日は十八時から二十一時頃まで餅がつかれる。四人一組で、長さ約百三十センチメートルの稲で薄に、突き刺すように、ホイホイと掛け声を出しながら、餅を突き、ある程度餅が突き上がったところで四人が呼吸を合わせて、稲を高く持ち上げる。というお菓や開市の平初心者では、毎年二月に専門書餅つきが行われている。 ありがとうございます。